やば、嘘でしょ？ Let's go go! 来たー！宇宙警察警察だー！ボットがバグってる。ボットがバグってる。いきなりボットが遅くなってますけど。バグってますね。いきなりぶっ壊れた。エンドでお願いします。はい。はい。うん。まあアップできたばっかりなんでね。ここの画面は名前そういうことか。ここの名前ちっちゃいの。定連の時の画面めっちゃでかくないですか？逆なんじゃないかこれワンチャン。ここの画面元のやつ、あでも元のやつフォントがあれなのか。あれもね、役職発表のクルーメイトインポスターみたいなのね、クソでかいから。わかりやすさは。あと投票時間もわかりやすいですね。あと確かに。これは太字だ太字太字。これしかも下投票なの。下投票はこれは直ってもうこれは仕様です。下投票。かわいいね。むしろ僕らが間違えてたんですよ、多分今までの日本生活。こっちが正解なのか。体験止め。した投票って。なんか翻訳しましたみたいな人の一覧表の名前みたいなのがバージョン情報的なところに載ってるんですけど、日本語の担当の人いなかったですね。仕方ないね。多分自動翻訳か何かだと思います。はい。どういう投票？宇宙警察警察だ。不快だからでしょ。宇宙警察。不快だから。投票されてんの。ミート、手動ミートお願いします。トロン。シュ。はい、素晴らしい。社内ツールだったんで、しました。素晴らしい。このサーブを直したのは。褒めて使う。はい。隠しろだ。隠しろだ。ありがとうございます。え、米さん僕ですよ、直したの。じゃあ2人隠しろだ。嘘つくな。2人で直したんだ。だってエロちゃん、まず僕が米サバ前のドア開けようとしたときにもずっとうろ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 して、はよ開けろやって顔してこっち見てたんですよ。いや、そんなことないけどな。この殴り方黒くね？確かに。君にしよう。ありえねえ。ロラしましょう、ここ。エロちゃん白いんじゃない？一応、あれ、僕、見えました？若干見えてないかな。ああ、左に行ってるのは見えました。はい、先開けとかないと、なんだ、ゴミサバ直った後また閉められるんで、このマップの使用上。先入っとこうと思って。ああ。そうそう、アドミン見れるからすぐ直った後にね。頭偉い。頭偉い。え？頭偉い？頭偉い。下投票。悪口やん。下投票。え？頭偉いって言うじゃん。え？頭悪そう。頭偉いって発言が頭悪そう。方言らしいですよ。え、そうなの？そうだよ。ほら。方言をバカにしてるということですか、アルマさんは。広島県民バカにしてます、アルマさん。ごめんなさい。全員的に回したな。ああ。なんか俺も言ったはずなのにアルマさんだけ。俺もごめんなさいって言ってんだけど。言い出しっぺは寺蔵さんですよ。言い出しっぺは寺蔵さんですよ。なんでだ。ヘイトタンクね。手動ミュートお願いします。2人。停電の方が良かったかな。さあ。コックピットの、真ん中のところで夏目先生の死体がありました。で、はい、寺蔵です。バイタル確認してましたが16秒前にはすでに死んでます。16秒前以上前に死んでるってことですよね。はい、死んだ瞬間わかんないって感じ。結構中盤からだと思ってて、初手宿舎に30秒ぐらい前には死んでなかったと思います。ああ、そうなんだ。あ、初手宿舎に夏目先生いて金庫室っていうのを見てます。その後ですね、1個いいですか？竹雄さんと先端さんと小見里から来ました、エンジンルームに。通信室から来た感じですかね。僕はそうです。あ、竹雄さんが直してくれてましたね。はい、で、エロちゃんと一緒に向かって、その引き返したかな。エロちゃんも一緒に行った、エンジン。うん。メインホールからエンジン行ってる。で、その前は、オラフ君と一緒に動いてて、その前、ゲンさんのパンツを。洗ってました。昭和室で。ごめんなさい。ちょっと確認したいんですけど、その見た情報ってコミサボダンをした後ですか？後ですよ。バイタル。あ、バイタルはコミサボが終わった直後に、が16秒前だったってことです。治るの待ってます。コックピット側はずっとドア閉まってました。なんで弁当なんじゃないかなって思うんですけど。どっから見てたんですか？ああ、その通信込み直すときですか？そうですね、僕武器庫キッチンの上までしか行ってないんですよ。で、武器庫戻って通信行って直したんで、ほとんどもう扉見てる状態だったと思うんですよね。竹雄さん、僕をじゃあめちゃめちゃ怪しんでません？まあそうですね。僕キッチン側に行って展望でアップデートしてるんですよね。うん。で、しかも最終展望からキッチン入ったくらいです。サントスさんと多分寺蔵さんは無理だと思う。エロちゃんは無理だ。無理かな。あ、ゲンも追加して、ゲンとエロちゃんさんも無理ですね。うん、エロちゃんはその後も無理だね。僕はメインホール、エンジン、コックピットっていう。これ、ちょっと右に僕がボタン押しますね。僕ボタン押します。はい。お願いします。お願いします。ごめんなさい、結果から先言うと、もう僕多分釣られた方がいいと思ってます。多分このまま生き残ってても対抗位置に最終上げられても多分負けるので、僕右側の人物と、左側の人物で、右側の人物を無理白置きして左側の人物でできそうな位置がいそうだったらそれだけ教えてほしいかなって感じです。さっき見つけた確認できてないとこだと夏目先生、明夜さんは大丈夫だったんだっけ？あ、夏目先生が死んでる。僕、寺蔵さんと確か貨物室で最初の停電を一緒に直した覚えがある。ああ、そうですね。貨物室で、その後診察室行って電気室でセキュリティに一瞬入ってカメラ見たんだけど特に何も情報がないなと思ったので、でコミサボになったけど、で電気室行った時に多分サントスさんと寺蔵さんと会ってるかな。で電気室の上の真ん中のどこからセキュリティ行きました？電気室からです。ああ、そっちか。あ、でもですゲンです。メイヤーさんってエンジンルームでお会いしませんでした？ゲンと会ってないですよ。メインホールのあれじゃない、最後はしごを登ったところでゲンさんはいたかな。ああ、そうですね。だから左から来たイメージだったんで、私メイヤーさんを弾いてたんですが、あ、サントスさんと寺蔵さんが僕が電気室にいたことを多分証言してくれると思う。電気室にいたかどうかちょっと覚えてないな。私、ゲンさんは見た記憶あるけど、メイヤーさんは覚えてない。ギリですよね。サントスさんと僕、電気室ですれ違いましたよね。でもガチャガチャやってたから、完全に記憶してない。すれ違ってないじゃなくて、記憶が曖昧って意味。でも不自然じゃないと思う、さっきの発言的に。電気室で一応開幕、寺蔵さんと電気を直したっていうのは多分じゃあ寺蔵さんが証言して、メイヤさん3人がかりでアリバイを作ろうとされてるんで、まあイポスターなら言わないかなと思うんですけど、電気直したのは貨物室で。あとごめんなさい、最後そのキッチンからセキュリティの方向かう途中の扉も閉まっていたので、なんていうんですかね、そこを通ってないってことなんですよね、誰かしらが。だから、まあ、コックピットのドアがずっと閉まってるって、武雄さんの情報が真なんだったら、まあ、僕として。でも、夏目先生が言ってるから、夏目先生と同時に行った人がいるかもしれない。なるほど。それや。夏目先生と同時に。ああ、スキップか。僕はスキップ入れました。僕は投票しちゃった。ありがとうございます。入れてます。エンドだろうなって思ったからな。キッチン。シュッ。誰も死んでねえのか。いいじゃないか、死んでないのは。いや、ちょっともう僕、もう何もしちゃいけないなと思ったんで、誰かにくっついて白取りに行こうと思って、ゲンさんについていってました。でした。アルマさん、あれですよね。もう、多分いた方がね、逆に。後々に残されて、決め打ちの盤面で釣られるよりはって話ですよね。だから、左の精査してほしいかなって感じですかね。ドアの状況と、気になったのは、ゲンさんが僕とエンジンですれ違ったっていうことは、多分ゲンさんエンジンで誰かとすれ違ってるんじゃないかなって思ったんだけど、さっきの多分今違いです。メインホールですれ違ってるんだって多分記憶違いです。エンジンにはゲンさんいないですか？エンジンまでですし、到達し、一回到達はしてると思うんですけど、その手前でメイヤーさんとすれ違ってたんだったら、まあその記憶は合うかなって感じです。一人としか合ってないです。ごめんなさい、ちょっと確認したいんですけど、発見した人って誰でしたっけ？僕です。オラフ君は、コックピット入るときにドアは閉まってましたか？閉まってなかったです。あれ、多分閉まってなかったと思う。閉まってないの？あれ？閉まってなかった。君と合流してすぐ発見だった気がするけど、すれ違ってか。あと、オラフ君って貨物ではいたんだけど、どういうルートでコックピットまで？いや、オラフ君はもう寺澤さんのバイタルが嘘になるから。あ、そっかそっか。エロちゃん視点先端はどこであったの？僕たちはエンジンですね。エンジンルームの左側ですね。1個だけ寺澤さんが16秒って言ったら、私4秒後に見て死んでたので、私視点でもバイタル情報は合ってるけど、一応補足しておきます。16秒以上前ってことだよね。そう。で、私が寺澤さんの4秒後に見て12秒のカウントあったから、寺澤さん言ってるのは合ってる。武雄さんってどっから来たんでしたっけ？僕、武雄さんは大丈夫。僕がその前の情報、一緒にいたんで、武雄さんも。ちょっと僕がちょっと見間違えてる可能性もあるんで、閉まってなかった可能性もある。結構見づらいんで。まあ、オラフ君とのね、あれもあるからね。センターさんとエロちゃんさんがお互い白証明し合ってるんだっけ？いや、センター、俺目線できはしない。エンジンルームであった。ああ、ほんと？まあ、でも、時間的に。まあまあ、時間か。中のアルマついてくんじゃねえ。てめえついてくんじゃねえ。キレできんな今回。お前来んじゃねえよ。おい。またなんですけど、コックピットのアドミンのところでサントスさんの死体がありました。はい。ルート的にまあコミサポ寺堂さんと誰でしたっけ？メイヤさん。メイヤさん解除した後にコックピット行って発見って感じです。エロちゃんと竹雄さんは右にいたから無理かな。とあとアルマさん。うん。時間わかります？後ろに今いい。センター様にいましたね。アルマさんめっちゃなんかついてきてめっちゃ怖いと思ったけど。ああそういうことねと思っていろんな人に、はい、目視されて、うん、なんか一緒にいました。センターさんとアルマさんがアーカイブでなんかくっついてるの。そうめっちゃ怖くてめっちゃ逃げたんだけど、ああそうか一緒に行動したいってことなのかと思って途中から治った直後ぐらいに開いてみました。1個もタスクやってないんで全員出せます。右にいた人コミサボって何回になりました？ 1 回だけでしたっけ？ 2 回になりました。2回。1回目終わった頃にはサントさん亡くなられてます。亡くなられてなかった？え？死んでなかったですよ。一緒に見たんですよ。僕があれですよね。2回目のコミサボの前とかじゃない？あ、それだったら分かんない。直後だったら、1回目のコメサボが治った後に見たときには死んでなかった。エロちゃんと合流するちょっと前かな。エレクトリカルから出てきた。45秒前は生きてました。じゃあエロちゃんが最後かな。バイタル見たの。です。メイヤさんってどこからキッチンに合流した？僕は金庫のタスクをやった後、昇降機前で下へ降りてって、キッチンで武器庫に入った時に、武器庫の4つの10のやつをやってなかったので、それをやって、で、キッチンに入った時にコミュサバが鳴ってって感じかな。どっちにしろ多分、メイヤさん、オラフ君、寺蔵さん、どっかに絶対1枚はいると思ってます。今回のキルで。ゲンさんは？ゲンは、初手アーカイブ、初手メイン脇で、寺蔵さんと電気室に行った後は、しばらく一人だったんですけど、アーカイブで歩いてるところ、僕、セキュリティで見てるので、そのタイミングからコックピットに行くのは相当難しいと思います。貨物室で、竹雄さん、アルマさん、センターさんの3つの団体とクロスしました。されない。いや。もうちょっと話せるかなと思って。かなり右にいた人が多いので、ヘラゾー視点は、オラフ君と一緒に入ったから、あんまりオラフ君が犯人像として見えてなくて、メイヤさんがコックピットでやって、キッチンで合流したんだったら全然あるかなって思っちゃって。ちなみに右側でギリギリできる人間をあげるとしたエロちゃんくらいしかいないです。エレクトリカルで分かれてるんですなとも猛ダッシュで左に行って切った瞬間に見つかってるくらいしかいない。その時にメインホールでゲンさんと会ってるから。あ、じゃあ OK です。そう。で、バイタル情報的にゲンさんもその時点でできてないはず。時間が合ってるのであれば45秒前って話であれば多分無理だね。俺ができない正面にならないかもしれないけど、武器庫の扉が多分ね、上だけ閉まってたと思うんだよね。だから俺結構前から武器庫に実はいたんですよ。あー、確かに閉まってたね。だからわかんない。一緒に開けたね。そう、一緒に開けたはずで、右側もう開いてたじゃないですか。俺が開けたんだっけな。開けて入ったから忘れちゃったけど。開けて入った。だから武器庫に結構タスクをね、長いことやってて、だからその間サントスさんは実は会ってないんですよね。メイヤさんがコックピットから展望デッキに飛んだかと思ったんだけど、証言的にあんまりメイヤさんがそれやってるのに今の発言はないかなと思うから、結構どうしようかなって感じ。じゃあ僕の最初の行動ルート言います。キッチンから展望デッキ行って、タスクをやってる間にコミサボの1回目が治って、その後キッチン、武器庫、エンジンルーム、メインホール、シャワーって言って単独でしたね。誰ともすれ違わないで1人で行って、シャワーらへんでタスク終わった後に、コミサボがなったんでメインホール、エンジン、通信室って言ったらお二人がもうおられてる状態で、その後コックピットで張って感じです。ベントのキルとかはほぼなさそうなんですかね。ドアとかどうでした？今回はセキュリティ長時間見てましたが、金庫室通る人いませんでした。多分ね、タイミング悪いかもしれないけど、今回はどうでした？ドアはオラフ君開いてました？ドアは僕が開けました。ここ開けたの、はい、寺堂さんと、はい、詰まってて、僕が開けて発見って感じです。むずい。寺澤さんでもそれで僕のことやってなそうって言ってる。でも右側絶対違うんだよね、右側の人。うん。ちょっとサボ任せるか。いや、別に大丈夫か。アルバさん死ぬんだ。これは逆に容疑者位置だったから最初の。はい。誰だろう。僕貨物脇で停電になったタイミング、貨物で停電直そうとしてたんですけど、誰かと多分かぶっちゃったせいで治るの遅かったと思います。あ、それ僕です。あ、そうなんですね。ごめんなさい。はい、ちょっと直す意思は感じたんで、ごめんなさい。ちょっと僕も待ちました。そうですね。アルマで。はい。あれですね、アーカイブですれ違ってシャワー室の方に行ってるのを見てる。すみません、下位置はあ、ごめんなさい、電気室の本当部屋のど真ん中ってぐらいです。電気室エロちゃんとほぼ同時でメアが発見してます。オラフ君いたけど、僕、停電中、電気室でタスクして、その後セキュリティで、最終セキュリティ位置なんで、めちゃめちゃ。ああ、ありましたね。はい。その時、裁判なかったです、僕が行った時は。貨物室先で診察、電気室、セキュリティっていった流れですね。オラフ君いたっけ、セキュリティ。僕通ってキッチンまで行ったけど。ラジカセのやつやってましたね。停電明けですね、僕は。停電明けにセキュリティ入りました。はい、入りました。あ、そうなんだ。エロちゃん診察室にいたと思うんですけど、その時なんか誰か通ったとかないんですか？その時はないですね。電気直してから誰ともすれ違ってなくて、で、バイタル見たらもう死んでたんですね。あ、はいはいはい。なんで停電中だったかなと。あ、現です。コックピットでアドミンをちらっと見て戻ろうとしたタイミングで終わったんです。5秒ぐらい前のアドミン情報だけ軽くお伝えします。はい、一ずつついてた部屋が4箇所ありました。はい、宿舎前とエンジンと電気と石油。ここに全部一ずつついてます。宿舎前俺でエンジンもついてるはずですよ。あ、そうですね。キッチンついてました。宿舎前が2かな。キッチンはすいません見てないです。ああです。はい。あれ展望。すみません、じゃあ、ごめんなさい、一つだけ言っておくと、エロちゃんのセルフはほぼないと僕は思ってます。一緒にエロちゃんと電気室入って見てるんで。なんでアルマさんがやられたかっていうと、せざるを得なかったんじゃないかなと思っちゃいますけどね。うん、なるほど。宿舎とエンジンと電気の方は名乗りしていただいていいですか？あ、電気はしたいだけど。電気はしたいですね、はい。竹尾寺蔵宿舎前。うん。せざるを得なかったじゃなくて、何も考えてなかっただけだ。ほら、何も考えてなかっただけだ。おめさま鳴らすよね。何しよう。ゲンさん、オラフ君、ラゾウさん。あ、今度。はい。はい。右側の助かりだった。竹雄ってさ、はい、貨物室にいたの最初は、結構移動してるなっていう印象がちょっと怪しいなと思っちゃったんですよ。診察室だっけ？いつの話ですか？さっきだな。アルマさんの死亡のところですか？うん。僕は多分右側ではなかったです。キッチン脇ですよ。キッチン脇か、全然違うな。キッチン脇展望デッキで、タスクを1個やって、停電が起きたから、そこで停電を直すときにエラチョンさんと勝ち合って、で、そのまんま、あ、そこで停電直したって。ごめんなさい。一ついいですか？キッチンについてたんって誰なんですかね、ゲンさんのアドミン情報で。見てなかったんだよね。ついてるとは言ってないです。あ、言ってなかったか。僕が先に抜けてたんで。キッチンの方に抜けられたんですか？うん。通路での場合は光らないです、ただし。セキュリティとキッチンの間の通路は光らないです。だったら僕、先端さんできるかなと思ってて、電気室先端さん入られたんですよね。で、その後メインホールで弁当使ってキッチンの方行くのは。メインホールで、それバカすぎるって言ったらあれだけど、意味がなくない？そう。でも、それだったら多分、ゲンさんがアドミン情報を見れる。あ、そうださ、メインに1って言ってなかった？あれ？メインはないんだよね。メインに1ついてないですね。あ、ついてないのか。まあまあ、アドミンで。いや、本当に一瞬ですよ。5秒前にチラッと見ただけです。なんか疑われるから、キッチンっていうかな。僕思ったんですけど、2キル目のサントスさんキルがだいぶペース遅かったんで、まあ、アルマさんがずっと張り付いてた先端さんがやっぱ、一郎の可能性あるなとは思ってるんですよね。ああ、なるほど、そういうこと言ってたんだね。そう。で、もうどうしようもなくなったから切っちゃったんじゃないかなって思う。それで言うと、電気室、メイン、それだと、同じリスポーン毎回しなきゃいけなくて、アルマさんと会ってなくて、で、僕、オラフ君より多分、オラフ君のセキュリティ見てないから、オラフ君より先に抜けてるんで、僕が、犯人の場合は、キッチンから弁当で行って、メイン戻って、やらないといけないんで、無理ですね、今回。でも、僕はちょっと、先端名やで見てますが、とりあえずスキップはします。先端さん、僕のことを視認してないのがちょっと気になりますね、セキュリティで。だから、そう、だから僕は逆に気になるんだよね、オラフ君を見てないのが。多分だから先に抜けてたんだったら納得って感じ。やば、嘘でしょ？あれ？見られてないのか？また弁当機やっちゃった。現行犯です。誰ですか？麺屋さんです。昇降機左で、お肉が見つかり、麺屋さんが逃げていきました、左に。そうですよね。俺、監視カメラで見ました。キングカメラで麺屋さんとテラゾさん。違う。源さんと直前すれ違った。これは、多分。監視カメラ誰か視認できてないですかね？多分消されちゃったんですけど。あ、大丈夫です。僕、すれ違ってるんで、直前で。一緒に行ったことは、だから一緒に行ったことは間違いなく、あとは、シチュエーション次第じゃないですか、その発見した。じゃあ、いや、現の主張は今ので全てです。証拠機左で。僕、サボ中なんで、エロちゃんはカメラ見えないんで。いや、久美さん前に見てましたね。でも、サントスさんキルに関しては、僕か寺蔵さんか麺屋さんって話だったじゃないですか。なんで、まあ、僕、そうですね。じゃあ、オラフ君とエロちゃんさんとゲンさんの三郎になるのか。ゲンさんは多分全キル関与できないですね。今のキルがセルフぐらいですかね。ただ、その場合、麺屋さんが逃げていったことになると成立しないから、きついと思います。大丈夫ですね。相方がいないから。寺蔵さんが幽霊で多分ヌー乗ってましたよ、今。ああ、乗った寺蔵さんを切って麺屋さん逃げたのか。ヌーに。サントスさんキルは麺屋さんっぽいですかね。初手キルがアルマさんじゃなかった以上、麺屋さんはこそうですね。違います。まあ、アルマさんは右で、サントスさんキルの時確認されてるんで。なんか夏目先生のキルはエロちゃんさん目線先端さんできるかもみたいな話でした。あれ違いました。どうだったかな、ちょっと覚えてないです。ごめんなさい。あ、できる可能性はあるって感じですね。可能性がある。チームで合流した。まあでも時間的に、バイタルの情報的に大丈夫だと思うけど、そこは証明しなくても。僕はやっぱりさっきの、アルマさんキルに関して、先端さんとちょっとセキュリティで。若干合ってる。そう。だから僕見てないんだよね、オラフ君を。だから多分僕が先抜けキッチンってもキッチンって言ったから、時間的に多分オラフ君がその後って感じだから、目撃証言がない。後にって感じなんだよ。アルマ君の。僕、インポスターじゃないんで。大将さんまで釣ってください。警察だ。共産までするのか。貨物3キルか。おみさぼ鳴らして、ミーティング待機とかしたいな。この上でやりたかったな、GENさん。あー、しまったな。レポートしなきゃよかった。コックピットなんですけど、突然でベント見てしまって。あらあら。まあ、タスクの方が安全かもしれませんが。そうですね、多分タスクとの僕ですね。あと2個あります。終わってます。エロちゃんが2個終わってないです。まあ、全部無視でいいんじゃないですか。GENさんどう思います？GENはちなみに展望デッキの停電を直そうと思って展望デッキに向かったところで終わってるんですけど、まあ人気は歩いた限りなかったので、はい、で宿舎前通路ぐらいで先端さんが多分金庫室方面に行かれたと思うんで、いや違う、僕ミーティング上がりましたよ。GENさんが左に行って僕ミーティング上がりましたよ。あー、ドア開けてたでしょ。ドア開けてましたね。まあでも、ベンダーさんは多分金庫からベントで飛べる位置かなと私目線で。ああ、そうなっちゃうのか。はい、まあ時間的に、まあいいか。でも僕は先端メイヤーだと思っていて、はい。私は2択で追ってました。先端さん、メイヤーさんか先端さん、寺堂さんの2択で考えてて、寺堂さん噛まれたことから、まあメイヤーさんの殺害現場見たのが、まあ決定打ではあるんですけど、って感じですかね。どうしますか？私はスキップでいいと思ってますけどね。わかりました。スキップでエロちゃんさんがその2つのタスク終わるのもちろん。どっちしろマップの右側です、僕は。あとワンチャン、アルマさんがまだ終わってない可能性もあるかなとは。ああ、確かに。まあ、大丈夫だと思います。はい。頑張ります。はい。ヌーンは左にあるから、左独占したいね。陣で湧いて停電のままか。直し行った方がいいな、もはや。レポートしろよ。いや、申し訳ない、皆さん。いや、マジでごめんなさい。見つかっちゃった。武雄さんがボタンを押しに来たターンで決めたかったですけどね。ありがとう。勝利。あそこな、もうちょっとで武雄さん殺すんだけど。初手切りほぼ完璧じゃったんじゃないですか。アルマさんぐらいしか浮き位置が分からなくて。完璧でしたね。てか僕も分かんなかったし、誰か。でもアルマさん、その後の動きが。貨物で一緒に湧いたのがきつかったな。初手は僕が。コックピットでキルして、金庫出て、宿舎前でエンジン右で、エロちゃんと合流して、一緒に込み直し行って。戻ったってことか。あ、そっちからエンジンルームに来たのね。なるほど。先端さんについてってたのはガチたまたまですね。もう湧いた人についてってたんで、僕。あれきつかったんだよな。しかも、アルマさんとオラフ君両方とも容疑者なのに、両方とも殺しちゃって、あ、やべえって思ってる。や殺す人重要だよな。いやそうそう、アルマさんと一緒に行動されてた時間が、その武雄さんが言っちゃった通りきつくて、そのせいでちょっと無理くりキリするしかなかったんで、結局助け負けちゃったし。武雄ナイス推理だったね。ねえ、武雄さん強すぎるんだよな。いやあれ、エロちゃんが右にぬんでいってたら、ワンチャンあったな。武雄さんを殺して。リアクター1回もなんなかったですね。まあ、あれだもんね、インポスター選べないもんね。キルする相手、このマップじゃ特に。マップが広いから。ほんと見つけられないんだよね、グルーメイトのこと。なるね。あとは、アルマさんを殺したときは、武雄さんはキルせざるを得なかったって言ってましたけど、僕は何も考えてなかっただけです。マジで何も考えて、あ、やべえって思った。なんか見つかりにくそうな位置ではありましたけど。そうそうそう。時間かかるかなと思ったけど、意外にたまたま人が。全部発見早すぎるんじゃ。あれだね。人選んでたら時間がもう経っちゃうもん。アドミンがついたもんですよ、インポスター。で、どこにいるか把握して。で、キルするじゃないですか。で、コミサも鳴らすじゃないですか。でもアドミン周辺のキルになるんで、アドミン見た後のキルって。だから全部コックピットでコミュ5に発見されてんだよな。